出雲大社や坂神社、盲京神社、神社とは、日本固有の宗教である神道の信仰に基づく、祭祀施設。産ぶすな天神地義、皇室や、氏族の祖神偉人や義士などの霊などが神として祀られる。文部科学省の資料では、日本全国に、約8万5千の神社がある。登録されていない、数万の小神社を含めると、 日本各地には10万社を超える神社が存在している。神社は日本固有の宗教である神道の祭祀施設であるとされているが、その位置づけは時の政治の状況との関連もあり一定していない。律令国家においては、式内者が国家による祭祀の対象として神義官の同性下に置かれたが、その頃から、 すでに式会社と呼ばれる神技館の統制外にある神社もあったことは確実である。近世においては仏教の施設となった神社や修験道、音明道の影響下にある神社も存在していたが、一方で白化神道や吉田神道といった他宗教からは独立した神道の神社もあった。近代になると神社は国家神道として神道系の宗教を含む、 あらゆる宗教から建前上は分離されたが、その位置づけには議論があった。宗教としての神道は、教派神道として神社と分離された。だが、現代においても神社のあり方は様々である。有名な神社であっても、南波神社、鎌倉宮、安国神社、伏見稲荷、大社、日光東照宮、桁大社、那敷神社、新熊野神社、 富岡八幡宮など神社本庁との非包括関係を有せず、単立宗教法人として運営される場合がある。大きな単立神社は約2000社、宗教法人格を有さない小さな祠等を含めると20万社の単立神社がある。東大阪市のように宗教法人格を有している神社に限っても、半数以上が神社本庁に属していない地域もある。 さらに、神社本庁以外にも、神社神道系の包括宗教法人がいくつかあり、これに属する神社は、神社本庁の非包括関係には属さない。また、教派神道や、主言道、恩苗道、神道系神宗教や保守系の諸教に所属している、神社も存在している。祭祀対象は、神道の神であり、八百万と言われるように非常に多彩である。 神聖とされた山岳や河川、古庄などから、日本古来の神に属さない、民族神、実在の人物、伝説上の人物や、恩陽道、道教の神、神仏分離を免れた一部の仏教の仏神などの、外来の神も含まれる。また稲荷や猿、鯨など動物を祭神とする神社、子孫藩への象徴として、団魂の像を祀る神社もある。一方、 本来は、ある種族が、その実際の祖神を放災したもので、一社ごとに、具体的な放災種族がいたものと考えられる。たとえ祭祀対象の神が一見すると自然神や、抽象神のように見えても、本来は、具体的に実在した士族の祖神であったと考えられる。古くは、神聖な山、滝、岩、森、巨木などに、神が宿るとして敬い。 社殿がなくとも神社とした。現在の社殿を伴う神社は、これらの神々が祀られた祭殿が常設化したものとされる。神は目に見えないものであり、神の形は作られなかった。神社の社殿の内部のご神体は、神が仮宿する足場とされた見手蔵や鏡であったり、あるいは全くの空間であることもあり、様々である。 神社の名称の付け方は様々である。最も一般的なのは地名によるものである。座神社というのもある。また、祭り神名を関するものも多い。他に放祭する種族の名前を関するものや祭神に関連する語句を関するもの、神社の種別を表すもの、祭神の座数によるものなどがある。また由来が不詳である神社名も少なくない。 稲荷神社や八幡宮など全国に広く分布するものは、それらの社名に、さらに地名を関することが多い。天魔宮は音読みで、八幡宮や浅間神社は音読みと訓読みの場合があるが、音読みで社号を読むのは、仏教の影響である。天魔宮は祭神である、天魔天神が、仏教の影響を受けているため、漢語の社名となっている。 八幡宮と浅間神社はいずれも本来は、八幡、浅間と、訓読みしたが、神仏集合の元仏教の影響で、音読みが定着した。なお、原則として、すべての神社を、神社と称するようになったのは近代になってからである。明神や、権ンなどと神明を社号としたところや、稲荷、八幡と、神社の部分が省略されたところ、社としたところなどがあったが、 全て原則として、神社と称することになった。これを言言語の使用禁止と関連させて、廃物政策によるという指摘もあるが、国家が管理する上での都合という解釈もある。近代においては終戦まで神社はいわば国家の施設で、あり、法令上の規則により、神社と認められるのに、設備や財産などの条件があり、条件に満たないものは、神社とされなかった。 近世まで固有名の部分を除いた神社、王子そ、宮などの社号に特別な基準はなく一つの神社が状況によって異なる呼ばれ方をすることもあった。明治時代に神社が国家の管理下に入ると公認された者のみが神社を名乗り王子そ、神宮などを名乗るには直居などが必要とされた。終戦後には政教分離により国家、 皇室が神社に直接関与しなくなったため、特に許可がなくても、王こそ神宮を名乗れるようになった。伊勢神宮に代表される神宮号は7世紀まで遡る古いものである。日本初期に記された神宮号は伊勢神宮、石上神宮、出雲大見和宮のみだった。平安時代に編纂された演技式神明帳では鹿島神宮、香取神宮、 大宮宮が神宮とされた。明治以降、明治天皇を祀る明治神宮が創建されると、他の天皇を祀る神社も順次神宮に昇格した。こうして、歴史上の人物を祀る神社で、天皇を祀る者を、神宮、皇族を祀る者を、宮、皇神等を祀る者は、神社とされた。しかし、仁徳天皇を祀る高津宮や南馬神社は、 神宮と呼ばないように、すべてにおいて、天皇を祀る者を神宮と呼ぶわけではない。戦後に神宮を名乗るようになった神社には、北海道神宮、伊ナギの神宮、栄彦山神宮がある。カシー宮のように、いわゆる神宮ではないのに、最寄りの駅名が、カシー神宮駅であるために誤解される例もある。大こそは、江戸時代までは、キツキ大社、熊野大社の二社が名乗ったが、 明治時代から1945年までは王子層、名乗る者は、出雲大社のみであった。戦後は、旧官兵大社、国兵大社、官兵中社の神社のうち26社が王子層を、名乗っている。現在、他に、桁田大社、諏訪大社、南宮大社、三島大社、富士山本宮浅間大社、田戸大社、日吉大社、田賀大社、竹部大社、松尾大社、 伏見稲荷大社、住吉大社、春日大社、立田大社、広瀬大社、熊野本宮大社、熊野早玉大社、熊野那智大社、宗方大社、甲羅大社など。また、梅宮大社や大鳥大社のように表記が定まらないものもある。また、平野神社もかつては変額に、平野大社と書かれていた。富士山本宮浅間大社、奥宮神社には、 神やしと下者、あるいは上の宮と下の宮など二社に分かれる、二社性が多く見られる。神やし中社、下社の三社に分かれる、三社性もある。神やしと下者は、その位置関係から、神手のものを上、神や低地定ものを下者と呼ぶことが多い。また、本宮、本社から見て新大部にある社は、奥社、奥宮、奥院、三宮。 人里近い社は、前宮、里宮、口宮などと呼ばれ、駅園地の元宮に対し集落近郊に新たに建てられたものを新宮とも呼ぶ。これらの上下社では、祭神が異なる場合もあるが、一方がもう一方のは神谷であったり、本宮の配宮神を祀るケースもある。これらの起源は不詳だが山奥に埋葬墓、という近郊に礼拝墓を設ける、両母生と、 関係があるとする説もある。また、山岳そのものをご神体として、その山麓に、春か廃施設を建てたものを里宮の起源とし、神霊降臨の思想から山頂にもう一社を、縦分子したものを、三宮の起源とする説もある。神社境内も四季図参考文献、神道の本一とり二国団三三道四手、水社後灯籠かぐら殿、社務所、農札所、絵馬掛、け。 節末社狛犬拝殿水が基本殿鳥居の、うちの区域一帯を、神霊が沈まる神域とみなす。神社の周りには、神樹の森という森林があることが多い。御神木と言われる木には、締縄を結ばれているものもある。神社の入り口には、境内と俗界の境界を示す鳥居があり、社殿まで参道が通じる。参道のそばには、身を清める、長寿社。 神社を管理する社務所などがある。大きな神社では神池や心境も見られる。社殿は本殿や拝殿からなる。人々が普段参拝するのは拝殿で、身体がある本殿は拝殿の奥にある。本殿と拝殿の間に参詣者が平白を備えるための閉殿が設置されることもある。神社の敷地にはその神社の祭神に 関係のある神や本来その土地に祀られていた神を祀る拙者や、それ以外の神を祀る末者があり、両者を合わせて、節末者という。境内の外にある、節末者は、境会社と呼ばれる。また、神仏集合が始まる奈良時代以降は、神社の境内に神を供養する、神宮寺が建てられたり、神社内に寺院が建てられたりしたが、明治初期の神仏判前例により、 神社と神は分離され、神社の境内の五十頭や、仏道などは撤去され、神職と僧侶も区別された。参道にある灯籠、常野灯はもともとは仏教寺院のものであり、平安時代以降、神社にも浸透したものである。参道に敷かれる玉砂利は、玉が、魂、御玉、美しいという意を持ち、砂利は、さざれの意を持ち、 その場を正常する意味を持っている。敷くことによってその場所を払い清める意味があり、なお参道を進み正常な石を踏みしめることによって、身を清め心を沈めて、最高の状態で祈りができるようにしてある。旧大工による木造の日本式建築が多い。現代では、建築技術の変化や、法律上の問題により、鉄筋コンクリート作りも増えている。 前述のように、ビルの中にある神社もあり、必ずしも、日本風の建物ばかりではない。ただし、身体が鎮座する本殿の形は、日本式建築である。神社は周囲に、森があることも多く、夜間は警備もしにくく、放火なども見られる。そのため、一部では、警備会社と契約して、機械警備などを行う。 傍火や盗賊除けの神が鎮座する神社に警備会社のステッカーが貼ってあるのが見かけられることも多い。神社の付属施設多くの神社に共通する、施設本殿と神殿は別とされることもあるが通常は、同一のもの。常設とされる施設でも、絵馬殿など時代によって変化するものもあると思われる。また、切末者がない神社もある。また、切抹茶に、 本来の祭神が祀られることもある。その他の共通施設も神社によって存在しないことがあり、以上は一定の目安である。他の付属施設現在では参拝用の施設の他に、結婚式の設備などが併設されることも多い。本殿の様式管主は、本来、神社における神職の長を指していたが、現在では、神職と同じ意味で用いられる。 神官は祭祀を司る職業のこと。神社の起源は、岩倉や神の住む金足地などでの祭祀の際に臨時に建てたひもろギなどの祭壇であり、本来は常設ではなかった。例としては、沖縄の宇多きのようなものだったと考えられる。創建が古い神社には、現在も本殿がないものがあり、岩倉や金足地の山や島などの手前に拝殿があるのみの神社。 社殿が全くない神社がある。神社には常に神がいるとされたのは、社殿が建てられるようになってからだと言われる。古代中国にも土地神などを祀る、社が存在したが、屋根がついた社を建てるのは、母国の社とされ、日本の社とは異なる。そのため、多くの神社に社殿が造営された背景について、諸説が述べられた。社会の発展により、 自然から人格神へと信仰の対象が変わったためと、する説、仏教寺院の影響を相互に受けたとする説、武器や、功能物を収めた、神子が先行して存在したとする説、七世紀後半以後に、国家が一部の社に飲みあった、神子を全国に建設したとする説などがある。古社は、それぞれの縁起により、ご神体の近くに社殿を構えることが多い。 新しく神社を造営するときは適当な場所に分娩や氏神を祀った。場所の選定の仕方は様々で、縁起から選ぶ、正常な場所を選ぶ、参拝のしやすさで選ぶなどがある。社殿を会場、山頂、現代ではビルの屋上などに祀ることもある。明治維新直後より近代的な中央集喧嘩に適応する新たな体制の整備が始まった。 立領人議官の家柄である白川や吉田家をはじめとする近世までの制度が廃止され、政府内に神社行政機関が設置された。また、古代以来の神仏集合を解消する神仏分離が行われ、明治4年に封建的な土地支配制度を廃止する社事領の上置が実施された後、全国の神社が国家の創始と定められ、神社に関するあらゆることが、 国家の法制度によって規定されてきた。戦前は、いわゆる国家神道も神社と称した。神社行政機関の変遷近代社格制度明治4年に神社を国家の祭祀として基本的な制度が改められた。伊勢神宮を除く全国の神社は、感謝と諸者に大別され、感謝は、官兵、国兵の各のの、大中小社、諸者は、府、藩、県、 5、無角の各社に分類された。ただし、廃藩置県のため、藩社への劣格はなかった。明治5年に、別格官兵舎が設定され、楠木正成を祀る港川神社が最初に、列せられた。別格官兵舎は、皇室や、国家のために軍を残した人物を祀る神社が主に、劣格した。韓国兵舎は、神社再指令により、大祭。 中祭り、小祭りが規定された。国家の祭祀にふさわしくない神社は淘汰され、1898年、あった約20万社は、1916年には、約12万社になった。宗教法人化1945年12月連合国最高司令官総司令部は、国家管理下にある神社を、国家神道と呼び、その廃止を命令した。 同じく GHQ に制定された宗教法人令に基づき、他の宗教団体と同様宗教法人となった。民間の神社団体である、皇天皇宮所、大日本神議会、神宮法裁会が発展的に解消して神社本庁になった。神社本庁は、単立宗教法人となった一部の神社や、他の神社神道系包括団体に所属する神社を、 のく、約八万の神社から組織される、包括宗教法人である。多くの神社は、有名な神社から祭神を分霊または感情とも言う、している。分霊とは、祭神の分霊を、他の神社で祀ることである。ろうそくからろうそくへ明かりを移すように、神道の神は無限に分霊することができ、そうしても本来の真意は損なわれないとされる。分霊した神社は、 その祭神に応じた名称が付けられる。以下に、主な神社の名称とその祭神を挙げる。なお、神社名と、一般的な祭り神名が一致しない神社もある。また近代に新造された、安国神社、昇魂社などもある。日本列島以外の地域には2008年の時点で、少なくとも26の神社が存在する。太平洋戦争前には、 多数の神社が存在したが、戦後は激減した。かつて日本であった旧外地には、国の政策によって内地と同様に多数の神社が造営された。また、日本の占領地や満州国などにも造営、あるいは造営の準備が行われた。しかし、太平洋戦争後は全て廃絶となり、現在でもごく一部が再建されたにとどまっている。 かつて、日本ではなかった地域の場合、移民政策により日系移民が多数在住した土地では、現地に住む移民のために多数の神社が創建された。他にも、神道の布教のために創建された神社もあった。しかし、連合国側の神社は、太平洋戦争中に資産が没収され、太平洋戦争後も復興できなかった神社が多数存在した。 その後、日本文化が国外に浸透したことで、近年になって新たに建立された神社もある。旧外地においては、台湾では、鹿野神社、林田神社、玉里社など、いくつかの神社が近年、歴史的な遺物としての価値や、観光資源としての価値を認められ復興された。また、台中神社の鳥居を復活させようという動きもある。だが、これらはあくまでも、 文化遺産としての復興であり、信仰対象としての再建ではない。しかしながら、2015年には、初めて、正式な神職が奉仕する、宗教施設として、かつての村の神であった、孔子祠が、孔子神社として再建された。また、旧南洋群島においては、パラオでは、南洋神社、ペリリュー神社が、 アメリカ合衆国北マリアナ諸島サイパン島ではアヤホ、カトリ神社やイロドリホヤワタ神社が近年になって再建された日系移民が多く住む土地では特にアメリカ合衆国ハワイ州には多数の神社が作られオアフ島にハワイイズモ大社やハワイオーミワグハワイ石シズチ神社、ハワイコトヒラ神社、ハワイダザイフテンマン稲荷神社、ハワイ島には ヒロダイマウイ島には、マウイ神社などが現存する。これらには、戦後復興できなかったり、存続が困難になった神社が多数合祀されている。また、ブラジルでは当初、東京植民地神社やボーグレ神社などが存在したが、基本的には、日本人小学校圏集会場の御神栄が、御神体の機能を果たしたため、神社はあまり作られなかった。 これらの神社は、植民地の消滅と共になくなってしまったが、その後、神野家ゲイトガミ社ブラジル大神宮、南米神宮、ブラジル熊野神社、ブラジル石槌神社、太平山、三吉神社、パウリスタ神社、パラナ州開拓神社、白国開拓大神宮など、神職が奉仕する神社が創建されている。近年では、南米大宮宮など、 神社ではなく鳥居だけが日系移民街を象徴する建造物として建てられるケースも増えている。神道の布教のために創建された神社としては、アメリカ合衆国本土には、戦前に北米大臣宮本院、米国神道教会、明治神宮会、ラフ稲荷神社、出雲大社教北米教会が存在したが、戦後は復興しなかった。その後、 1987年になって、アメリカ椿大神社が創建し、神職の資格を得たアメリカ人がネギを務めている。オランダには1981年にヨーロッパ発の神社として、古神道の一派である山陰神道の日蘭神前教会祭具が創建され、オランダ人の宮司が奉仕している。フランスには、 三重県の水谷神社の分祠として、新後に州神院である、光明院の境内に、フランス和光神社が、フランス初の神社として2006年に創建されている。こちらは、通常、光明院のフランス人の住職が祭祀を務める、神宮寺の形をとっている。サンマリノには、神社本庁が公認する、ヨーロッパ初の神社として、2014年に、 三リの神社が創建されている。神職は地元の三リの人であるホテルのオーナーで山形県の湯戸の山の神社で修行し資格を取得している。神社を表す記号は以下の通り、ありがとうございます。